吉田咲也の肖像写真。撮影年は不明。吉田咲也5月13日昭和4年12月26日は日本の外交官。がまとめた咲也年譜から抜粋ことに吉田咲也の入信は彼が反キリスト教派の急先鋒であったため、決命の人々をびっくりさせた。学校休業が間近に迫ったある夜、吉田はジェーンズを訪ねて、先生。 私は、信仰に入ります。神は確かにありますと、自分が種子をまいて育てた朝顔が、成長して花を咲かせたのを見て、有心論を肯定したと告白した。ジェーンズは、喜んで励まして返した。キリスト教を信ずると公表して、吉田は、間もなく、妖日に舞い呼びつけられた。彼の父は、非常に激怒して、絶対に思いとどまらせようと、ありと、反ゆる。 手段を尽くしたが、癌として復讐せず、効果がなかった。ついに父親は白人をひらめかせて、手打ちにすると威嚇した。吉田朔也は8日に帰る直前、ジェーンズから、行け。殺されようと励まされていたので、白人を何とも思わず、死を決して頭を静かに差し伸ばして、お父上の手で死ぬのは、本望の至りですと言って生用としていた。 父は一層も憎く,く思ったが愛する自分の息子、ことに、教えのために死をも恐れず平然として、殉教の態度を示す首相な昨夜を殺すことはできない。馬鹿者、と大活一生、さっと歯を振って刀瀬で、彼の首筋をしたたか叩いた。実に、偉大な魂胆ではないか。これが二十歳にも満たぬ少年の法教顛末であった。妻の栄子は明治四十二年官員の宮。 ご用取扱いを押せつけられ、大正四年十六位、同十二年生六位、昭和二十年以癌により官員のみや、ご用取扱いを免ぜられた。ありがとうございます。